はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三三角形の形状丸一をお送りします。でタイトル変わったんですが、あとポイントは特にやらずに問題演習やっていきます。でまあ大きな問題1問の中に小問が2問あるタイプですので、まずここで1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で確認してもらった後に分かんないのがあれば、今からね自分から両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でまあこの問題、まあ、このタイプの問題なんですけど、まあ、いろんな参考書とかいろんな教科書チェックすると、まあ、すごくよく出てきます。有名なタイプの問題ですね。でまずキーワードとしては、まあ複素数平面は変わらないんですけど、原点 O とまあ異なる2点 AB が出てくると。まあそれアルファベータ今回置いてありますけど、それプラスもうこれですね、等式がね1個与えられます。今回はアルファ2乗マイナスアルファベータプラスベータ2乗イコール0で、これを使って、まあ、このね、小問に関してはいろいろあると思うんですけど、まず1番、アルファ分のベータ、こいつ求めてから、じゃあ、三角形 OAB がどんな三角形なのって、直角三角形、正三角形、二等辺三角形みたいなのを調べていきます。まあ、この流れですね。で、まずこの1番に関してなんですが、もう、この式からこれを持ってきたかったら、アルファ分のベータを作るしかないので、アルファ2乗で割ります。アルファ2乗で割る。でそうするとまずこいつアルファ2乗分のアルファ2乗なんで、まあ1ですよね。これ約分されると。でここにくっつけるとアルファが1個ずつ約分されるので、アルファ分のベータとなります。1個約分してね。でこいつに関しては約分ができないので、アルファ2乗分のベータ2乗になります。で書き換えればアルファ分のベータの2乗になります。アルファ2乗で割ることによって式がこう変わると。つまり求めたい、まあ、主役のねアルファ分のベータが両方出てきます。こうやって、でこのまんま解ける方はそのまま言ってもらっても構わないんですけど、もしちょっと分かりにくければ、噛んでる、分かりにくければアルファ分のベータを、まあ、X とかって置くと、これ式が1で x で x2 乗ですよね。ちょっと順番変えると x2 乗マイナス x プラス1イコール0になります。そうするとあとはこれ解くだけです。ただこれ因数分解できないので解の公式を使って解いていきます。そうすると x イコール 2a 分のマイナス b だから1プラスマイナスB の2乗1マイナス 4ac なんでマイナス4になります。で下行こうか、2分の1プラスマイナス、ここルートマイナス3になるんですが、ルートの中のマイナスになったらマイナスが消えて i が出てきます。ルート 3i ね。つまりルート 3i とこうなる。で今回の答え、これが答えになります。今 x とアルファ分のベータ求めたいもの同じだからね。つまりこれちょっと答えっぽくないから少しずらして書き直しますね。つまり x イコール、つまり求めたかったアルファ分のベータは2分の1プラスマイナスルート 3i でしたよと。これで終了となります。いいかな。で、じゃあ2番どうするっていう話です。で、この、まあね、等式が与えられているこのタイプの問題は、これを求めて、これを使って三角形の形を調べるって、まあこの流れが非常に多い。こうね。たまに見るとこれ飛ばされる時あるけどね。もう直でこれ出せみたいな。その時も基本的にこれを出しに行きます。自分でね。で、どうするかというと、まず、こっから、両辺にアルファをかけます。アルファを。で、そうすると、ベータイコール、まあ、さっきもいいか、アルファかけちゃうか。かける。で、これちょっと分けて書きますね。2分の1、プラスマイナス2分のルート 3i って。プラスマイナス2分のルート 3i。こうなる。
で、今この部分、カッコの中の部分を曲形式に変えていきます。ちょっと懐かしいですね、昔にやった動画のやつです。曲形式で変えていくと、あら、アルファそのままね。で、プラスバージョンとマイナスバージョンがあるので、まずプラスバージョンちょっとやりますね。わかりました。プラスバージョン、こうね。ベータイコール、プラスバージョンは、今、まあ、2分のの部分を無視すると、1対ルート3になります。つまり、こうやってやったときに、1対ルート3なんで、1対ルート3ね。だから、60度のポジションに移ると。で、2分の1と2分のルート3、それぞれ2乗すると、4分の1と4分の3なんで、足して1なんだよね。だから2乗しても、ルートをつけても変わらないので、前につける数字は1だから関係ないんですが、回転が60度のポジションになります。つまり3分の π ですね。だから書き直すと、コサイン3分の π、プラス、i サイン3分の π とこうなります。これプラスバージョンね、上のね。で、マイナスバージョンに関しては、今度1対マイナスルート3です。1対マイナスルート3。これは下に60度のポジションにあるので、マイナス3分の π になります、ここが。で、それも書いておくと、マイナスバージョン。ベータイコール、アルファ、中括弧か。コサイン、マイナス3分の π プラス i サインマイナス3分の π とこうなります。この2分の1とマイナス2分のルート3、マイナスのバージョンも2乗しても足したら1なんで、ここにつく数字は関係ない、1しかつかないからね。でこうなりました。ちょっとまた右下がってんな。でこれがそれぞれ何を表してるのかっていう、でこれあれだね、曲形式の復習も含めて書いておこうか。曲形式って何なのって思う方は、自分のこの数3の動画の5番見てください。で、もう一個、今からやる知識は、9番の動画でやった、9番と9番でやったね、動画でやったことなんですけど、このプラスバージョン見てください。これ、ベータっていうのは、アルファとこれをかけてます。これ何表してるかっていうと、ベータ、つまり B ですよね。B は、A を長さは1なんで変えずに、つまり原点中心で OB と OA の長さ変わらないんです。同じなんだけど、 A を原点中心に60度回転したとこに B はありますよって言ってるんです。これいい、それを表してる。つまり、まあ、どこにあるかはわからないんですけど、じゃあ A がここにあるとします。 OA ね。で、A を、まあ、で、B はね、B は A を60度回転、60度。この辺でいい？ここね。じゃあ、あえて60度って書きましたよ。書きますね。3分の π じゃなくて。ただし、OA と OB の長さは変わらないよっていう、この位置にありますっていうことを表してる。で、こっちに関しては、A を長さは変えずに、マイナス60度にしますよって。つまり、こっちですね。まあ、この辺なのかなっていうことをそれぞれ表してます。でも結局どっちの移動をとっても結論は同じなの。なぜかっていうと、 OA と OB の長さ同じって言ってる。でここが60度、こっちも60度だよね、結局は。ってことは、この三角形 OAB 絶対正三角形になります。なぜならここ60度で、底角は同じ角度になるから、ここ二等辺って言ってるからね。ってことは、全部残りの120度を分ければ、こことここも60度って分かるので、結局、三角形 OAB は正三角形だって。いいかな？で、まあ途中式を書かされる、だ途中をね、全部書かされるんだったら、これより、よって、今口で言ったやつですね。点 B は、点 A を、ちょっと待ってね、原点中心に3分の π だけの狙い、よいしょ、 π だけ回転した、
まあ、この言葉はね、別に厳密に一語一句同じってわけじゃなくていいので、同じことを書いてれば大丈夫です。で、回転した点なので、三角形 OAB は、正三角形であると。これで終了となります。まあでも3分の π 一応あれかごめんね、付け足しちゃって。まあ一応まあ同じことなんで、自分で3分の π だけでも OK だと思ってるんですけど、3分の π、まあ、またはマイナス、こっちも書いとこう、安全だね。中心に3分の π またはマイナスの3分の π だけ回転かと。回転した点なので、入ってるよね。OK だね。まあ、こっちの方がいいかな。という感じで解いていっていただければと思います。まあ、ちょっと有名な問題で最後ちょっと復習していきますね。等式が与えられてて、まあ、大体これが出てきます。このタイプが。そしたら α2 乗で割って、まあ、アルファ分の β だけが出てくる。それと、まあ、こう定数だけの式に持ってって、これわざわざ置き換えなくてもいいからね。いいんですけど、まあ、こういう風に解いて、まず、値を出してください。で、それを使って、この部分がね、今2分の1と、2分のルート3に分けましたけど、この部分を極形式に持っていくことによって、どれだけ回転したの？長さはどうなってんの？っていうのが分かりますんで、それで三角形、OABの形をね、求める感じでいってください。では、今回は高校数学の数三、三角形の形状丸1をお送りしました。今回もね、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、複数平面の最後の動画になります。これの丸2で、違うタイプの三角形の形を求める問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。